こんばんは。そう、部屋暗くしてる。皆さん3連休いかがお過ごしでしょうか。お腹すいたな、なんかご飯食べたいな。お腹すいたん、お腹すいたん。風邪ひいちゃったの？悲しい。ニノリもまだあんま治んないよね。あ、見て、椅子買った。ほら。ほら、いつ？めっちゃいい。これを昨日お父さんに組み立ててもらって、私が公演中に。めっちゃもう今背もたれつけながら配信できるの、めっちゃいくない？ほら、でしかもこう入れられる。ほら、もうもっと早くから買えばよかった。え、ディズニーシーなの？え、ディズニーシーいるの今？ディズニーシー今？今日ディズニーめっちゃ空いてるね。私なんか暇な時はディズニーのアプリを見て待ち時間とか調べるんですけど、行きたすぎて。めっちゃ今日空いてる。昨日よりも空いててましたね。ディズニー行きたい。ウィーバーも行ってみたい。ちょっとなんかこれ、こっちのやつの方がちょっと逆にあれかも、目が疲れるかもしれない。22日に行ってきました。あ、3日前ね。3日前ってこと、連休前か。そう、本日僕もディズニーに行きましただって。なんかまあリノも今月行ったからいいんですけど、今日はだってさっき見た時タワテラが35分くらいだったんですよ。めっちゃ空いてるやん、もう日曜日なのに。でも多分思ったのは、連休3連休だったじゃないですか。3連休だったから、その3連休の初めの日とまあ中日混んでて、今日最終日だから空いてるのかなとか思ったんですけど、ちょっとでも東京あれですか、雨ですかね。今天気もなんか微妙かったからなのかなとか思ったんですけど、寒くて雨だから空いてるのだって。それもあると思うし、土曜日が一番混むんですよ、ディズニー。値段も高くて。そうで、日曜日はやっぱ次の日仕事のからとか学校とかいらっしゃるから、そういう空いてるっていうのもあるけど、日曜日も混んでる日も全然あります。でも2月なんか今年そんな混んで空いてないなって感じ。いつももっと毎年空いてるのに今年はめっちゃ混んでる。私がディズニーにこの前マリーちゃんつけてた時も、あん時も激混み、もう土曜日だったんだけど、もうめっちゃ混んでて、ランドに行ったんだけど、100分プルなんだもんね、2時間くらいなんだんじゃないかなって思っちゃうくらいめっちゃ長かった。行きたい、ディズニー行きたい。でもね、そう、
ぼてん見ました。思った。あ、そう、今日はマシュガーが公開されました。市村御殿です。初めての企画だったんですけど、愛知が回すっていう。もう私は、まあ、一応タレントっていう、いやめちゃくちゃ人気、売れてるタレントっていう感じの設定だったんですけど、でももう好きにいつもでいいですって言われたから、もういつも通りにしたら、なんか公演 MC と一緒だったんですけど、もう終わったっていうね。マシュガが公開されましたね今日は。で昨日は愛知の生誕祭ってことで、めちゃくちゃ愛知デーですね。果たして第2回するときは私呼ばれるのでしょうか。あのあれはもう本当にあの台本ないです。もう愛知がそのカンペ、最初のカンペ読むくらい、もう本当にない。めちゃくちゃすごいよ。だから愛知も上手だなと思って見てました。見てましたってかやりました。え、椅子が良すぎる。ちょっとお茶取ってこようかな。しかもキャプテンが初めてのマシュガだったけど、あれなのが面白かった。ちょっとお茶を取ってきます。少々お待ちを。ポッキーを見つけました。とまた愛知となんですけど、次は今夜は愛知とラジオ聞かないと思うので、皆さんラジオ聞かないと思う。いただきます。聞いてください。なんか奥さんが今日の3本返したじゃん。まあ、あれは30分の内容の、なんだろう、まあ奥さんがいつも考えるんですけど、30分の内容の、まあ、印象的なものを言うから、その3つじゃないんです。その3つの話しかしてないわけじゃないんですけど、もろかったな。でも何の話したんだっけ。坂本の適当トークとか全然覚えてないんだけど、私何話したっけ、何話したっけって感じなんだけど、思い出せないけど、愛知となので面白いのは確かです。あ、いたたたた、聞いてくださいぜひ。なんで奥さんの水着の話したんだろう。しかもそれを奥さん、なんか聞いたことある方いるかわかんないんですけど、実はいつもその予告ってか告知の、告知も30秒の告知で KBC ラジオの空いてるその CM の時間帯に流すってやつも撮るから、そういうのも実は撮ってるんですよ。
そう撮ってるんですけど、それをいつもみんな一言ずつ言うんですね。私だったら多分坂本の適当トーク、多分愛知が愛知ってる話みたいな、で沖さんが沖の水着姿みたいななんで本当に自分で言ってる。番宣も撮ったりしてますね。でも私流れてるとこ聞いたことないかも。30分の放送をするのにどれくらいの時間を収録するのだって。でもね結構ねカットないかも。ない、なんかしかもオープニングトークに5分とか決まりがないから、最初にオープニング撮って、まあ、軽く話してで、りのり、あいち、おきさんのコーナーポンポンポンって行った時に今尺が何分かってするんですよ。それに合わせてじゃあエンディングで話そうとか一個普通歌読もうとかするからそうそうそう、だからあんまりないかも。なんかかな、だからカットもうあれ喋ったのを使われてるって感じだけど、一個ずつオープニング撮ったらカット、祈りの撮ったらカット、おひさんの格言撮ったらカットって一個ずつしてるんですけど、これは繋げてるんですけど、裏話、だから30分用意スタートで撮るんじゃなくて場面場面で区切って、ももさんが天才ディレクターがそうつなげてくれるって感じ。そうね、なんか30分を話してると思う。でも2本撮るから打ち合わせとか雑談含めてだいたい2時間くらいでいつもラジオの仕事は終わるかな。って感じ。おいしい、ポッキー久々に食べた。曲は一応入れたり入れなかったりしますね。もう最近はフルじゃないワンハーフかかることもなくない？前結構あったけど最近はもうワンコーラスじゃない、だいたい1サビまでとかね。えマーサーの時とかもないもんね。夜ご飯何にしようだって、何にしよう、1380おめでとう、ありがとう。いやー、いちご店面白かったな。みるんさんね、あれ30分前に決まったんだよ、すごくない？すごいよね。
はじめ誰になったんだっけ。ナミフだよ。早く元気になってね。すずさん、ポンコさん、トレンドンさん、すずさんありがとう。ノーニさん、ソウさん、ノブリンあったか配信、イトゥ、ニコラス、トシさん、マックス、オカモ、ニコラス、カズピさん、アイリューパパ、コージーあったか配信、牛田さん、アイリューパパ、ポッケさん、ジンタロウさん、タロウのさかなさん、ラナちゃん、ハシムッチ、モイピー、カズさん、アイタカさん、タロウのさかなさん、ありがとうございます。ありがとう。ラナちゃん、ありがとうございます。ひろとくん、昨日見えたよ、ありがとう。そして1380日、ありがとうございます。ありがとう。今日みんな何してたの？私はもう寝てたら終わりました。本当に怖い。本当に怖い。怖いよー、もう。なんでこれ寝ちゃうんだろう。なんで？太宰府に行った？わ、私も行きたい。あと80日で毎日配信4年ですね。すごい。本当にすごい。仕事。寝て起きて寝てました、一生。私もマジで何もしてない。お風呂入った今。お風呂入って、あ、もうショールームしようと思ってショールームしました。うん、明日はもうコンサートのリハがあるので、待って、もう2週間後コンサートよ。やばやばくない？やば。日曜日だけコンサート。土曜日？え、もう2週間切ってるよ。怖っ。ソフトボールの練習、午後からラジオを聞いてお昼寝してました。なんかすごい。いいね。イエルちゃんが順序主義やってて、だって。え、そうなん？絶対可愛いやん。そうなの？ゆるちゃん、ドライブじゃないんだ。やば。この後は仕事行ってくる、だって。頑張って、ファイティーン。やばー。もう私コンサート行く、どうも覚えてない。まだ忘れちゃったよ、もう前のことなんて。あったか配信、あったか配信よ、ほんと。ここはもう
じゃあもう2週間ないんですね。座席は発表されましたか？サンパルスよね。あ、でもなんか昼公演来る方は多分楽しいと思います。なんかすごい距離が近い感じ。そうそうそう、だからなんかあーなんかちょっとコロナ落ち着いてきたなーって感じ。座席止まんないよね。座席はまだうんなんだ。楽しみだな。楽しみだけど思い出さないといけないからね。だから座席が分かったら早めにちょっと一人一人がいのりここだよっていうのをちょっとアピールしてほしいなと思います。そう、あと私のグッズとかを持っていくことをやっぱお勧めしますね。そのここだよっていうのを分かるようにしてほしいなって思います。だけど3日前くらいでしょ。だって3日前くらいらしいからまだまだらしい。意外とギリギリだね。劇場公演もギリギリだもんね。そうよね。次はおしゃべり会だって。おしゃべり会か。そう、でもなんかオンラインおしゃべり会とかこの前したな。次あるのは東京のおしゃべり会ですとかともいらっしゃったからね。会えない間頑張りましょう。でも関東の方はあれよ、あれあれ、フェス3月の後半に TDC ホールで開催されるってフェスに出るので、それに来てもらったら会えるからすごいおすすめしますよ。福岡のちょっとないけどね、遠いけど。それか3月の前半の公演。そう、3月ね前半しか公演ないんですよ。そう、ないんですよ。だから私もどこにまだパチャドラ出るか分かんないから、パチャ出たらあれかもしれないけど、パチャ出なかったらもうほんと前半しかないですね。一はお休みです。でも本当3月はめっちゃあれ、もう次のコンサートの準備も始まるのよ。しかもフレコン、そう、前半がフレコンなので、それの手取りも多分絶対変わるから、もうリハもいっぱいなんですよ。でも絶対に大きいドラさん、大きいウェルちゃん、ロッキー、推しの人はもう絶対に来るべきだと思います。頑張って練習して。だってこれでもしいっぱいいっぱいになったら、まあ、5期生はもうぶっちゃけフレッシュじゃないと思うんですけど、ほうなんだけど、もうさ F24 も規制入ったことないからさ、もしかしたらさまたフレコンをちゃんとしようってね、なるかもしれないじゃないですか。だから来てください。そうなんよ。
ちはだって、こんにちは。まあフレッシュの基準って難しいですけどね。遠征に気合い入れたいに行きます。そう、でも遠征するのって多分いっぱいすごくお金がかかると思うんですよ。だから本当になんかね、遠いとこから来るのってやっぱ移動もあるからさ、そうそう疲れちゃうと思うんですよ。だからなんか無理はしないでほしいけど、見に来てほしいなって気持ちもありますね。フレッシュは特に、これは4月の市民会館、初見です。だってね、飛行機宿を予約してありがたいですね。7時までしよう。3月4日の目撃者行きます。手につける太陽の下、すごい昼公演で4月のコンサート昼夜行きます。ありがとう、楽しみだね。今日福岡寒いですか？え、でも今日晴れてたよ。うん、晴れてたね。HKT、 子供の言葉を守ってたありえない、どこかには、なんかみんなのカメコができるあれがイベントが欲しいな。コンサートをね、
とのカメ子さんで上手に打つのすっごい難しくて、そうなのよ。ブン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 、うんうん、ありえない。すずちゃんアイスありがとう。なつさん、コージーカズさん、ドマーさん、こがちゃん、しらみフライ、すずさん、ゆきちゃん仕事頑張って、ニコラス、ありがとう。ひろとくんありがとう。どまさんありがとう。どこか今なんかお話ないですか。お話ないですか。りのり今日何もしなすぎてお話ゼロ。話題をかもんぬ。なんかないですか。今日はイッテ Q でも見るか。ヒリオルカメ子です。お、天才カメ子くん。え、フルフルに行きました。いいやん。食べた？わっ、タワー来た。佐世保のてっちゃんありがとう。ありがとうです。ありがとう。ありがとう。かわいいかわいい、タワーが動物ちゃんいっぱいの、ありがとう。書きます。今日は2月の、もうあと2月24日まで。昨日はドームタワーです。だっての、じゃじゃーん、てっちゃんタワーありがとう。キュン。近め。オッケー、ありがとう。動物いっぱい描きました。ありがとう。そう、2日間公演だったからね。生誕祭だったけど、昨日はなんか楽しかったです。皆さんに
休日会えて。クルタンが髪切ってました。思った、クルタンが今日の生誕祭で髪切ったんだって。もうこんくらいだったよね。もうなんかもうああいう黒髪にもうクルタンみたいな可愛いお顔の子が髪切ったら、もうあれ、ああいう髪型が好きな男性の皆さん多そうと思いました。でもあれはクルタンだから可愛いんですね。そう、可愛いです、めっちゃ超可愛かった、超可愛かったな。私はまだ実物、昨日長かったからさ会ってないんですけど、可愛い、めっちゃ。ね、イメチェンはいいですね。やっぱもう最近髪を切る人が、まあそりゃそうだよね。だって伸びる分ってさ、そんなにさ言われないじゃん。切らないと言われないからね。それはそうなるよねっていう。ニノちゃんは髪切るんですからって。ニノはなんかすごい言われるときは言われるんだけど、でもないかな。多分こうアイドルのお仕事してる間は私は切らないと思う。切ったとしてこんくらい、嘘、こんくらい、もう無難な感じって考えたらあんま切った感じしなくないですか。こんくらいかな。やってみたいなと思うけど、あれ今じゃない、今じゃないなって感じ。噂の椅子ですか。あ、そう、噂の椅子見える？そう、ほら噂の椅子めっちゃいい。じゃじゃーん、めちゃくちゃいい。昨日私劇場頑張ってる間にお父さんに組み立てもらいました。めちゃくちゃいいです。だってこうね動けるよ、わーって超いい。ちゃん髪長い、長いよね。でも最近はもう髪がちょっとやっぱブリーチしたのもあって痛みつつあるのが、もう本当に本当にもうダメって感じ。悲しい、めっちゃ痛んでるのよ最近本当に。髪長いで結構切ったままに気づかれませんだって。いやそうなんよ、気づかれないんだよね。だからもう本当に私がパンって切らないとわからない絶対。あれ今の壁車長かったっけ。私の今の壁紙めっちゃ好きなんだよね。
めっちゃ好きなんだよね。しばらくあの壁車でいいって思ってしまうくらいめっちゃ好き。あ、でもやっぱちょっと夢ありは短いです。でももうちょっとそのピンク感なくしてほしいな。これなんかピンク私大好きなんだけど、なんか他の48のグループさんの見てたらなんかそんなポワポワしてなくて夢川グループみたいななんかなっちゃってるから、もうちょっとピンク見なくしてほしいけど、でも可愛いよね。髪はずっとロングですかって。ずっと長い。まあちっちゃい時からそのバレエやってたので、踊るね、そうバレエやってたから長いっていうのはあるかも。劇場に行ったら毎回写真撮っちゃいます。撮ってください。坂井萌か坂本里乃、坂井あ、お芋さんと横に並べるまであとちょっとしかないね。そう横なんです、出席番号。あんま出席番号で活動 H ですることないけど、でもお芋さん衣装ラックも横、寂しい。ノブリン、やつさん、あったか配信、なんて平和な配信なのでしょう。ありがとう。ニコラス、トマーさん、ケダマありがとう。やっさん、のうん、うぞ、コージありがくま、あきひろさんありがとう、もぐもぐパクパクもありがとう、母しのみフライありがとう。花びらを見ることはない、こんばんはって、こんばんは。犬ちゃん来てだって。今日寝すぎたかな、時間が狂っちゃいそう、体内時間が。頑張って寝ないと。これめっちゃ揺れちゃう、私こう動けるから、こうやってじっとしよう。しかもね、この椅子のすごいところがね、どこだっけ、あったあった、ほら、あの高さ調節ができるんですよ。あれ、あ、こんな上まで上がるの、実はあんま分かんない、めっちゃ高いよ、ほらほら、こんな上がるんだけど、上がるんだけど、こうすると下がる。すごくない、めっちゃ便利。多分私次から一日ここにずっといると思う。ここでもう YouTube 見て、こうやって見て、私ね、ここでメイクしたりとか髪の毛したりとか髪乾かしたりとかするんですけど、でそれで今まで背もたれがない椅子を使ってたんだけど、なんでみんな可愛いよなこれで。ありがとう。そうなんだけど、もう背もたれがないのを使ってて、で腰が痛く、めっちゃいいこれ、ほんと
もっと早く買えばよかった。しかもこう何がいいって、こう移動できることがいいよね、こうやってこの、ね、移動できる、それがめっちゃいい。でも私さ、照明中よく消えてさ、で影が見えてさ怖いって言われるからさ、動かない、もうできるだけ。影こうしたらなくなるのかな。いやあるよね、だからもう無理なんだね影。ほらこれがとかの問題じゃないもんね。楽しそう、楽しいよ。シャンデリアの笛が好きですだって優しい、初めて好きって言ってくれた。もうね怖い怖い言われてね、もう最近説明するのがめんどくさくなっちゃってさ。もう確かに怖いのは分かる、私も怖いよ、怖いんだけどさ、でもさしょうがないやんっていう。もあとここで配信してもできるでしょ。うん、あここで配信すればいいんか、したら影と一緒になる。でも私が動いた瞬間に戻れてくるからね、難しいよねって感じ。ちゃん起きてだって、おはよう。椅子で寝ちゃうかも。私がすっごい疲れた日、今日はいっぱい昼寝したからいいけど、めっちゃ疲れた日だったらもうこうやって寝ちゃうかもしれない。この椅子になったせいで寝ちゃうかも。カイグリフォン、イデさん、タラの魚さん、ノブリン、ニコラス、ありがとう。では7時になったので、そろそろね、私今日まだメールを一通も送れていないので、メールを送るために終わりにしたいなと思います。ここやっぱ可愛くないのでやめます。ここ可愛いです。そう、そう、今日まだねメールを送ってないので、ぜひ私のファンのちょうど見てくれてる皆さんはメール、あ、チャットも送ります。ぜひ登録してください、よろしくお願いします。今日一応大きな声出た。チャットも送ります。はい、では13位オカモ、12位カズさん、11位がモゴモゴパクパク、10位がニコラス、9位がタラの魚さん、8位がノーリさん、7位がモエピー、6位がドマさん、5位がノブリン、4位がスズさん、3位がヤスさん、2位がコウジ、1位がタワーをくれたハシボのてっちゃんでした。ありがとうございました。てっちゃんありがとう。3連休楽しい、あ、楽しいじゃなくて、このリノパワーを忘れずにお仕事頑張って、また会いましょう。ありがとうてっちゃん、おめでとうございます。はい、皆さんありがとうございました。3連休も、まあ、今週は公演があったりと、あって皆さんと会えたことも嬉しかったですし、先週のオンラインと続いてね嬉しかったし、あれもありますので、今夜は23時30分からラジオ聞かないともあるので、ラジコの方でぜひよろしくお願いします。実況もしてください、楽しいです。では、バイバーイ。ありがとうございました。またねー。